弘中明は、日本の陸上競技選手、中距離走、長距離走、5000メートルの日本記録保持者。世界クロスカントリー選手権、ジュニア団体同メダリスト、アジアクロスカントリー選手権、ジュニア団体金メダリスト。5000メートル、1万メートルの2020年、東京オリンピック代表。長崎県大村市立桜が、現中学校時代。 全日本中学陸上800メートルで6位入賞。しかし、弘中自身が、テレビのインタビューで、中3の終わりまでは強くなかったと答えていたように、中3の全国大会1500メートル、3000メートルでは、現在のチームメイト大西光、姿ただし光にはまだ大きな差をつけられていた。その後、長崎県中学駅伝で1区の区間賞を獲得し、 正月の全国女子駅伝のメンバーとなり、3区で区間賞を取って全国的に注目されるようになった。高校は全国有数の駅伝名門校、長崎県立諫早高等学校へ進学すると思われていたが、諫早校の連続出場を止めて、全国高校駅伝に出場したいと長崎市立、長崎商業高等学校に進学。 県予選では3年連続で一区区間賞を獲得し、高3時には、諫早高校に1分46秒もの大差をつけ、たすきをつなぎ優勝に貢献。念願の全国高校駅伝に出場を果たし、独走で一区区間賞を獲得。多くの大学や実業団の競合チームから勧誘されたが、日本優勢グループ女子陸上部を選んだ。駅伝では、無類の強さを誇る。 特に中3から出場した全国女子駅伝での活躍は目覚ましく、高3では日本選手権優勝の鍋島里奈など日本のトップランナーを最後のスプリント勝負で振り切り1区の区間賞を獲得した。現在5年連続の区間賞、さらに1区4区の区間記録も持つ。また、日本優勢グループ入社後は出場した二度の駅伝で共に一区を走り二位に大差をつけて、 区間記録を更新している。高一の全国女子駅伝の時、吹雪の中で腕を大きく振って力走する姿を見た、解説の近鉄彦氏によって、和製ポーララドクリフというニックネームが付けられた。また、地元のマスメディアでは、弾丸少女、最強駅伝があると紹介された。現在、新谷瞳と共に、怪物ランナーとさえ言われている。広中、 新谷の二人は2020年9月20日に熊谷陸上競技場で行われた全日本実業団陸上の5000メートルで対決した。前半は広中が、後半は新谷がハイペースでレースを引っ張った結果、お互いに初めて15分を切る自己ベストをマークした。新谷には敗れたものの広中は14分59秒37の記録を出している。 2021年8月2日、東京オリンピックで5000メートルで9位となった。惜しくも入賞は逃したが、記録は14分52秒84で、日本記録を16年ぶりに更新した。さらに、8月7日の1万メートルでは31分00秒71で7位となり、日本人選手としてこの種目の25年ぶりの入賞を果たした。 同年代の有力ランナー田中のぞみみ、和田雄才、高松ともみ線美、鈴木優香、萩谷楓いらと競って、好成績を上げてきた。レースでは、トレードマークの青い帽子で先頭を引っ張る姿が見られる。この帽子は母親に買ってもらったもので、最初に被って出たレースで勝ったのでその後は演技を担いで被っているそうである。レース解説の小林ゆう子氏によると、 他人の後を走るのが好きではないとのことで、トラック種目、駅伝、クロスカントリーのいずれでも、レース序盤から先頭を走り中盤以降ペースアップをして、他のランナーを引き離すようなレースを好む。苦しくなったところで、ペースアップをして、引き離すので他のランナーが繊維を失うのか一気に差が広がることも多い。日本ではピッチ走法を取る女子ランナーが多い中で、 内気性の厚底シューズに適していると言われるストライド双方ができる。急速に記録が伸びているのはシューズのおかげとも言われているが過去の成績を見ると通常シューズでも高成績を上げていたことがわかる。記録の伸びは日本郵勢グループ所属後から取り組んでいる筋力トレーニング、体幹トレーニングによるところも大きいと思われる。実際、高3時と比べても 体型の変化と双方の変化が感じられる。冬場の駅伝やトラックレースでは国内では無敵とさえ思える強さを示す。しかし気温が高い時期に行われたインターハイでの優勝経験がなく世界選手権の標準記録突破を目指した北連ディスタンスチャレンジでは途中から失速した。高記録を狙ったレースでも夏場の大会は成績がいまいち歩みである。 上半身にも筋肉がついた体型から暑さが苦手という見方をする関係者もいる。そのような見方を跳ね返して真夏の2020年東京オリンピックでの活躍を期待されている。2021年の第105回日本選手権で5000メートル、1万メートルを制し、東京オリンピックの日本代表選手に正式に内定した。日本郵政女子陸上部からは、 マラソンの鈴木あゆ子に次いで二人目の東京オリンピック代表選手となった。ありがとうございます。